おはようございます。おばちゃんみーこです。ただいまの時刻7時、10分ちょっと前ぐらいかな、今日は甲府の櫛形山に来ております。こんな感じでなってて、今日はお花がいっぱい咲いてるこういうトレッキングコースをぐるっと回っていきたいと思います。あやめ平、この辺を多分回ってくるのかな。往復で4時間前後ぐらいの道のりになるかと思います。とりあえず展望デッキの方に行くのかな、行きたいと思います。それでは出発したいと思います。お疲れ様です。おばちゃんみーこです。この動画は荒川おばちゃんののんびりな山旅を一人称目線動画でお送りしております。そしてご覧いただいた方が私と山旅をしている気分になっていただけたら大変嬉しいです。今回は花の百名山櫛形山 2052.2m 甲府のお山になります。あやめ平というお花畑にたくさんお花が咲いているということでしたので、とても楽しみに行ってまいりました。あやめの時期からちょっと外れておりますが、それでもいっぱいいろんなお花が咲いておりました。とても楽しいハイキングコース、4時間ほどのコースになりますが、とても楽しく行ってまいりましたので、最後までご視聴いただけたら嬉しいです。景色がいいからってことかなって、展望デッキはここじゃないけど、赤石と聖が見えてんだ。赤石岳と聖岳が見えてる。でこっちに阿久沢が見えてんだ。阿久沢じゃない、悪沢ね。はいはい、悪沢だけが見えてます。一応だから展望のあれなんてね、こうね、こっち行けよ。悪沢は赤いし肘です。はい、北岳の展望デッキまで来ました。ああ、もっと綺麗だ。北岳と一番奥が甲斐駒で、鳳凰があそこのピヨンとなってるやつがオベリスクかな。あの相似法のこうなってるやつの右手側の尖ってるのがオベリスクかな。本当だ。はいはい、八ヶ岳も見えてるね。で、あの南アルプスの向こう側に八ヶ岳の間のあれはもう雲海ですね。これね、休憩場もあります。行ってみます。ベンチはあるけど、こんな感じです。下りですね。下りです。
ちょうど1時間経ったのでちょっとだけ休憩します。裸山の声です。こちらあやめ平、切ってるから、あ、登れないようにしてんのね。はい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 。で、あやめ平です。もう終わりだって言って出てたね。もう終わりだよって出てたね。ずっとこう咲いてるんだけど、もう鳥が見えるか。あ、もう鳥見えてる見えてる。あれがアイヌかな。来ただけアイヌ。来ただけアイヌ。アイヌだけもう鳥なんだよね。やっぱり。3つ。時刻9時になりました。あやめ平が。入り口に到着しました。ここの中は、柵がしてあって鹿が入らないようになってます。咲いた後とか、あ、じゃないな、ニコキスゲじゃないな、違う花だな、黄色い花。下つけそう。どうやったっけ、このつぼみ。今つぼみだね。花畑ですね、ここ。あ、またこれ変わったやつが咲いてる。ここですね。最初スタートがここからだったのでずっと歩いてここまで行きました。で、あやめ平を回って登ってずっと回ってここへ戻るというルートになりますね。おお、うちくんが寄ってきます。わかる。あのミツバチもいるし、クマバチもいるし、ブン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 言ってるのはクマバチくんだと思う。スズメバチではなくて。
の音がブンブン聞こえそう。こんな感じです。アタイカ山、福祉型の山頂に向けて歩きたいと思います。まず高山25分ですね。はい、じゃあ行きましょう。立派な巨木が、高山山頂はこちらです。ここもお花畑なんだよね。松虫草だっけ、忘れてる。うん、本当だ。ここが高い山山頂かな、きっと山頂ですね。はい、そうですね、高山山頂です。富士山方向、あ、富士山見えてる見えてる、富士山見えてます。かろうじて掃除法どちらも見えてます。こうやってやると見えて、こうやって見えるね。見えてるかな、富士山と。とりあえずでも一番いい景色はこっち、こっちです。来ただけまたガス一旦上がったから雲切れて山頂も見えてますね。来ただけアイヌ岳ノートリまで見えてますね。では一緒に、到着。ここでちょっと休憩したいと思います。乾杯今日はバドワイザーゼロです。いただきます。ちょっと休憩したので下山します。結局、スズメバチが偵察にしょっちゅう来るので、とてもじゃないですが、お魚系は出せないだろうということで、
食事は下で降りてから食べることにします。まずはさっきの、分岐のところまで降ります。分岐に戻ってきましたのでこちらに行きたいと思います。今、畑山をぐるっと一周してきたことになりますね。唐松林、まあ一応唐松だっていうのは分かっとったけど、なんかほらこういう風に生える木なんだね。たまたまそうなっただけ。あ、はい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 、はい、C 型登山、山頂まで30分、一見の山頂登山口まで1時間15分です、なのでこちらに行きたいと思います。30分多分登りですね。です。山梨の百名山です。残念ながら、こっちはガスガス。雲がなければ、もしかすると富士山とかが見えたのかという感じですね。標高は2052メートルということです。はい、一応山頂到着です。到着しました。もう立派な木だけど、あの木も大きいし、大きな木がいっぱいありますね。原生林だけあって、入ってみますっていうよりも出てみますよね、ここね、きっと。はい、南アルプスの展望エリアだけど、残念ながら雲かかっちゃったみたいな感じです。だけから順番にこう見えていくんですね。広報地があって潮見があってっていう、残念。今降りてきたので
運動に戻りたいと思います。はい、11時35分になりました、登山口まで降りてまいりました。今日は結局上ね、上じゃないな、これのもう一つ向こう側ですね。で回ってあやめ平に出てきて、でこうずっと戻ってきたんですね。さあお疲れ様でした、結局蜂があまりにも多いのでご飯を食べないで降りてまいりました、お花いっぱい咲いてたので良かったです。また来たいと思います。それではバイバイ。してみました、いただきたいと思います、本当にお外で食べたかったんだけど、外なぜスズメバチがいっぱいいるんです。なので、こういうものを食べると寄ってきそうなので、ここ小屋の中でいただきたいと思います。外大丈夫だよって言われたけど、じゃあ中で食べよう。いただきます。今回はやるヒアリュウです。これは、今回のはおナスも入ってます。いただきます。土曜ネタ最後のもう一つ、土曜餅、あんころ餅なんだよねきっとね。いただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram の方も見ていただけたら嬉しいです。